一式四順とは、麻雀の役の一つ。ローカルルール。別名を四連でとだから、同種の順行を四つ作ると成立する。二平行を同じ順行で作ったもの、または一式三順にさらに同じ順行を加えたものと言い換えられる。一種類につき各四枚の範囲を、続き数字三つで全て集めなければならないという、困難な役である。同じ範が四枚揃えば、 こうもできるので、偶然にこの役が成立する可能性は低い。門前では役満となる。袋した場合は、依然として難しいのでやはり役満とするか、純子役の原則に従って食い下がりするかで、ルールにより違いがある。滅多に出現しない上、扱いにブレがあるため、日本ルールではほぼ採用されていない。 中国麻雀では一式四道順の名称で48点役として採用されている。門前ならば、同じ順庫二組ずつの二平行とするか、または順庫一つ暗を三つとして三暗行とするかの二通りが考えられるが、一般的には二平行の方が点数が高いので、そちらで解釈する。ただし、二平行や平和は成立しない。地位一回ならば三暗行が成立する。 可能性はあるが確実ではなく、役なしとなることもあり得る。混一色やちゃんたが複合しない限り、実際に狙っても、大きな役にはなりにくい。袋下ケース多面バりの高めが一式四順になる、ケース緑一式との複合。ありがとうございます。